今後は本社においても運動部活動の地域移行を着実に進めていかねばならないものと思いますが、どのように取り組むべきなのかという観点から今日はご意見をいただき、意見交換をさせていただければと。昨日の仙台市総合教育会議では学校部活動の地域移行が議題に上がり、郡市長と教育委員会の委員が意見を交わしました。委員からは部活動を地域に委ねると指導者の確保が難しくなるとして、退職教員の活用を求める意見が出されました。また部活動に関わりたい教員についてはこれまで通り指導を続けさせてほしいと要望する声も上がりました。教職員の負担軽減などを理由に、国は来年度以降、休日の運動部から段階的に地域に移行させたい考えで、仙台市と市教委は今回の意見を踏まえながら課題や解決策について検討していくことにしています。